ご視聴ありがとうございます。パルトラです。今回ご紹介するのはバンダイムービーモンスターシリーズヘドラです。ということで1971年に公開されました映画ゴジラ対ヘドラに登場した公害怪獣ヘドラ、ヘドラ50周年記念として発売されました。今回 Amazon 公式で予約注文し、今日までこのヘドラの到着を非常に楽しみに待っていました。それでは見ていきましょう。それではサイズ比較です。 X プラスデフォリアルヘドラブルマークカラーバージョンと比べるとこんな感じです。 CCP 煙突ヘドラ銀河バージョンと比べるとこんな感じです。同じムービーモンスターシリーズのヘドラレトロカラーバージョンと比べるとこんな感じです。今回この同じムービーモンスターシリーズのヘドラレトロカラーバージョンと比べますと少しね線が高くなってますよね。造形自体がもう別のものになってますね。横から見てみるとレトロカラーバージョンは少し前傾姿勢をとってますね。ただ頭部を見るとですね、やっぱり今回のヘドラは少しね頭大きくなってますよね。後ろの方から見るとこんな感じで背中の造形がねだいぶ違う感じがしますね。この2体どちらともですね上陸期とか成長期とかですねそういう明記はされてないんですね。私もこのヘドラはですね他のメーカーを含めていくつか持ってますけれども、今回のこのムービーモンスターシリーズのヘドラがね一番劇中のイメージに近いものになりますね。劇中に近いイメージのものを一体も持ってなかったので今回本当嬉しいですね。これ足の裏の部分ですけど成形色は黒ですね。そこに彩色がされているようです。腕のね裏側はこのようにねゴールド系の彩色でかなりね光沢感がありますね。そして腕の表側はですね黒っぽいシルバー色のメタリック調って感じですね。でこの胸のあたりに赤い彩色が入ってますね。でこの目、この赤い目好きなんですね。劇中のねイメージにすごく近いですよね。このですねヘドラの目の瞳の部分のね金色の部分ですね、実際劇中ではですね中心から放射線状にこうねギザギザと広がったようなデザインがされてましたね。ただねこのフィギュアについてはこの金色の面が大きい方がですね遠くから見てはっきり光って見えますのでねこれはこれでいいと思いますね。そして頭部はねこんな感じでですねここもねゴールド系の彩色になってますね。そして背中の方ですけどね、いやこの辺のねサイドの光沢感も本当いいですね。背中はこんなデザインですね、はい、この辺もねメタリック調の彩色です。中心の方はですねゴールド系、サイドはですねレッド系のメタリックですね。これねこの背中の彩色についてもですね劇中のものはですねもっと細かい模様が彩色されてたと思うんですね。ただですね色の感じはですねこういう黄色っぽい感じと赤っぽい感じのデザインだったのでね、まあ、イメージ的には近いと思いますね。この背中のですねポツポツした感じね、この辺の造形嬉しいですね。そしてこの尻尾のところもね結構光沢感があっていいですよね。こういう感じになってますね。裏側はこんな感じ。あと可動部ですけどもねこの両腕がですね付け根から可動しますね。こんな感じでですねちょっとねここで引っかかったりしますけどこれ1回転しますのでね結構ね手を上げたポーズなんかもできますよ。ちなみにですねタグはこういう感じのものがついてましたね。裏はこんな感じです。私もねこの頃ヘドラに結構ハマってきちゃってるんですね。
で今までね何体か買ったヘドラは全てですねカラーがすごく綺麗な、もう見ててねうっとりするようなねそういう色のものばかりだったんですけども、やっぱり一体はね劇中に近いねイメージのものが欲しかったんですね。で今回はねかなり劇中にね近いイメージのヘドラだったんでね非常に嬉しいですね。これからもねこのムービーモンスターシリーズのヘドラねいろんなバージョン出てきてくれたら嬉しいですね。ということでですね、今回ご紹介しましたのはバンダイムービーモンスターシリーズのヘドラでした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。